はい、こんにちは、よしひでです。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、メンタル崩壊で仕事も失うっていうね、そういう話をしていきたいというふうに思います。今日初めて僕のチャンネルを見る方もいらっしゃると思いますので、僕の簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います。僕はですね、奨学金とか浪費が原因で、自己破産をした人間です。はい、これが簡単なプロフィールになります。はい、ということで今日のお話なんですけれども、メンタル崩壊で仕事も失うっていうお話ですね。実は僕ですね、破産手続き前に、やっぱりメンタルがですね、やっぱり崩壊してしまいまして、仕事を辞めることになったんですね。あんまりこの話したことないんですけれども、実はそういうことがありました。で、自己破産って普通の人だったら、人生の中で経験することってない人の方が多いですし、やっぱりこう世間的な自己破産のイメージって、めっちゃ悪いじゃないですか。なんでやっぱりこう破産者になるっていうふうに考えた時に、やっぱりこの僕でもですね、メンタルがですね、やっぱおかしくなりましたね。自己破産をして迷惑をかけたなとか、自己破産をしてしまう自分が情けないといった感情だったり、あとはやっぱりその免責が認められるのかどうかっていったですね、そういう不安感っていうのもあって、いろんな感情でこう自分の体が支配されるんですよね。もちろんこれは自分で蒔いた種なので、致し方ないことではあるんですけれども、やっぱりメンタルはちょっと崩壊してしまいますよね。で、このメンタルの崩壊って超危険で、僕はこのメンタルが崩壊したことによって、仕事を辞めることになりました。今日はこのメンタルが崩壊したお話を深掘りしていければというふうに思います。で、僕は借金で首が回らなくなっていた当時は、化粧品のプロモーション関係の仕事をしていました。デパートだったり、ショッピングセンターの化粧品売り場の、プロモーションの仕事をしてたんですけど、皆さんも見たことあると思うんですよ。デパートとか化粧品売り場ね、ありますよね。あそこのプロモーションの仕事をしていました。で、化粧品って結構毎月新商品が出ますし、季節によって店舗のレイアウトも変わったりするので、年中基本的に繁忙期でめちゃくちゃ忙しいんですね。夜の2時とかに平気でクライアントから電話がかかってきて、今から成田空港の免税店に来てくださいとか言われたりですね。あとはもちろん休みの日でも普通に電話がかかってくるので、気持ちが休まる時間がないんですよね。だから結構こうストレスが溜まってしまってて、ちょっと言い訳みたいになっちゃうんですけど、それで、外食して、借金をですね、膨らましていったんですけれども、この借金をするストレスっていうのもですね、結構半端ないんですよね。じゃあ借金すんなよって話なんですけども、ちょっとここのコントロールが僕うまくできなくて、ちょっと借金を膨らましていってしまったっていうのがありますよね。で、どんどん借金が膨れ上がっていって、今月の返済10万かどうしようみたいな、焦りが出てくるんですよね。で、見て見ぬふりをしてしまって、で、見て見ぬふりをしようってやって、さらに借金が増えるっていう、悪循環に陥るわけですよ。で、仕事のストレスとその借金のストレス、両方がのしかかってくるんですよね。で、人間って仕事のストレスとその借金のストレスが両方がのしかかってくると、もう結構いとも簡単にメンタルっていうのが崩壊するんですよね。で、僕の場合それに、同棲していた彼女との別れというのもあって、プライベートもうまくいってないっていうね、ネガティブな感情も加わりまして、ものすごい勢いで廃人化していきました。で、まずですね、これ仕事でミスが増えるようになります。これはプライベートのネガティブな感情と、借金の返済どうしようっていうね、そういうことを仕事中も絶えず考えてしまうことによって、注意散漫になってしまうために起こるんですよね。修正前の図面で発注をしてしまって、世界のデパートにこう納品してしまってから間違いに気づいて、で、最初から作り直してしまうっていうことになって、会社に損害を与えたりとか、あとは適当に取引先の方の問い合わせに答えてしまって、しかもですね、これ答えたことを覚えていないっていうね、普通の人だったらありえないことを結構やらかしてたんですよ。やっぱり言ったことを覚えてない、言われたことを覚えてないっていうことがね、結構あったので、これちょっとやべえなっていうことでですね、危機感を持った覚えがあります。そういうことをやらかしてたので、
まあ、僕が担当してた仕事は、まあ、全てクレームになるという状態が、まあ、3ヶ月ぐらい続いていました。まあ、ただのね、無能な人間だって言われてしまえばそうなんですけれども、でも、まあ、そういうことがですね、まあ、頻繁に起こるようになったのが、この3ヶ月の間っていう感じだったんですよね。そんなうちに借金が本当に返せなくなって、まあ、借金は返せないわ、仕事はうまくいかないわ、でも何もかもどうでもよくなってきて、もう全て終わりにしようということでですね、仕事を退職しました。で、僕が借金で首が回らなくなっているっていうことは、上司は知っていたので、まあ、上司がですね、まあ、会社がお前の借金を一旦肩代わりするから、まあ、給料から少しずつ返済しろっていうことで、まあ、幹部会議でも議題に挙げてもらって、あとは僕がこう、あ、じゃあお願いしますっていうふうに言えば、決定というところまで来ていたんですけど、でもそれも断りました。もうなんかもう何もかもどうでもよくなってて、もう全てをもう終わらせたいというふうに思ってたので、もういいですと、うん、もう僕に関わらないでくださいっていうふうに言ってですね、断りました。で、まあ、断って、まあ、仕事を辞めるっていう方向に進んでいって、で、借金も返せなくなって、多分家もなくなるんだろうなっていうふうに思ってたところに、まあ、運よくですね、僕は相談する人ができたんですね。できたというか、まあ、昔からお世話になってた人がたまたま声をかけてきてくれて、で、その時に実は今僕こういう状況になってるんですっていうふうなお話をしたら、まあ、その人に仕事を紹介してもらうことができて、まあ、退職するまでの間に、まあ、新しい仕事も見つかりましたし、まあ、あとは、まあ、弁護士に相談すればということで、まあ、弁護士に相談したことによって、まあ、督促などを止めてもらえたので、まあ、気持ちの余裕ができて、まあ、最悪の状態にはならなかったんですけれども、まあ、もし相談する人がいなかったら、まあ、結構やばかったなというふうに今でも思いますね。うん。で、何が言いたいかっていうと、まあ、結局はこう、一人で抱え込んでいると、潰れます。まあ、借金もそうですし、借金以外の悩みもそうなんですけれども、やっぱり自分で解決できないようなことを一人で悶々と抱えていると、まあ、潰れるしかないんですよね。なので、まあ、一人で抱え込んでいる時って思考がやっぱり一極集中してしまってますので、まあ、隣を見ればね、解決策があるのにもかかわらず、それをね、見逃してしまうんですよね。もう常に前しか見てない、もう目の前しか見えてないから、隣に実はこういう方法があるよ、後ろにこういう方法があるよって、斜め横にこういう方法があるっていうのが転がってるんですけど、それをキャッチする能力がもう極端に低くなっちゃってるので、やっぱり見逃してしまうんですよね、解決策を。なので、それを防ぐためにも、やっぱりあ、自分ちょっと今やばいと、うん、なんかちょっとメンタル的にもやばいし、なんかちょっと一極集中してる感じがするなと、周り見れてないなっていう時には、やっぱり人にですね、やっぱり相談するっていうですね、ことをした方が絶対にいいですね。うん、で、借金ってなかなか人に相談しにくいことだと思うんですよ。ただこれ別に親しい友人に相談しなくてもいいんですよ。まあ、弁護士とか、まあ、司法書士みたいな、いわゆるその仕事でやってる人に相談してもいいですし、まあ、なんならこうツイッターにつぶやいてもいいと思うんですよ。全く知らない人に相談したっていいんですよ。で、そこから答えをもらうこともできなくはないので、まあ、やばいってなったら、まあ、人に頼るということをしてください。破産手続き中のメンタルがやばいっていう人もですね、まあ、いろんな人にこう悩みを打ち明けてみてください。まあ、結構ね、お叱りを受けることもあるんですけれども、まあ、中にはですね、まあ、同じ境遇の人だったりとか、もしくは過去同じ境遇だったよっていう人もいたりとかするので、その人からですね、結構解決策を教えてもらえることだってありますので、これ別に恥ずかしいことだとは思わずに、どんどん相談していただきたいなというふうに思います。ちょっと相談するだけで人生が180度変わるなんて結構あるので、多分僕もその時相談しなかったらおそらく最悪な状態になってたと思うんですけど、ちょっと相談したことによってこうやって仕事も見つかったし、あとはその借金の今のその整理の方法だっていうのもやっぱ教えてもらうことができたので、まあ、それによってやっぱり人生って180度変わるなんてあり得るので、無駄だと思わずに相談していただければというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、メンタル崩壊で仕事も失うっていうね、そういうちょっとお話をさせていただきましたが、最後には、まあ、僕のメッセージとしては、困った時は人に相談しましょうというふうなことをちょっとメッセージとして、配信させていただきたいというふうに思います。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、概要欄に、LINE のリンクを貼り付けてありますので、まあ、もしこういうことを聞きたいとか、こういう時どうなんですかとか、まあ、相談したいこととかありましたら、あとはまあ意見とかそういうのは
ありましたら、あのこの LINE のリンクから友達追加していただいて、まあ、メッセージ送っていただければというふうに思います。まあ、ちょっと返信まで結構お時間いただいておりますので、あのあらかじめご了承ください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。